どうもリアルです。今回はですね、ポッシュリビングさんから新しい鉢が発売されたということで、一体どんな鉢かご紹介したいと思います。ポッシュリビングさんと聞いて知らない人はおそらくいないと思うんですが、静岡県に本社があるおしゃれなインテリア雑貨を取り扱っているお店なんですよね。今回僕が購入したのはアーバンプランツポットというシリーズで、すでに単色のものやマーブル柄のものが販売されているので、皆さんも一度は園芸店で見たことありますよね。そのアーバンプランツポットシリーズに今回なんと6つも色柄が追加されたということで、早速どんな色柄が追加されたのか見ていきたいと思います。ちなみに送料無料で購入できるお店のリンク先を概要欄に記載しておりますので、よかったらチェックしてみてください。画面の QR コードからでもアクセスできます。それではまず1つ目からご紹介していきたいと思います。まず1つ目はアーバンプランツポットのモノクロームです。モノトーンで落ち着いたシックな色合いですね。少しマーブル模様っぽい感じもあって、飽きにくいデザインになっているのもいいですよね。内側もしっかりデザインされていますね。受け皿もセットで付いていて、受け皿も同じ柄のデザインになっていますね。セット販売なので鉢と受け皿を別々に買う必要がないのも嬉しいですよね。2つ目はアーバンプランツポットのグリーンカモです。カモはおそらくカモフラージュ柄という意味だと思うんですが、迷彩柄風なのでジャングルっぽい雰囲気が好きな方におすすめですね。内側はこんな感じですね。受け皿も同じデザインになっていて統一感がありますね。落ち着いた色なので、植物を入れると植物の緑もきっと映えると思います。3つ目はアーバンプランツポットのノルディックですね。こちらはグリーンとブラウン、ホワイトが混ざった色柄で、濃いグリーンの植物と相性が良さそうですよね。アガベとか入れてもおしゃれですね。内側はこんな感じです。受け皿もいい感じですね。次に4つ目はアーバンプランツポットのトワイライトです。鉢って結構地味なものが多かったりするんですが、オレンジ色が際立つ鉢で、こういった色柄だとグリーンやブラウンの雰囲気の中にアクセントがあって素敵ですよね。内側もしっかりデザインされていますね。受け皿もこんな感じです。底は4箇所盛り上がっているので、受け皿の下が濡れていても乾きやすいようになっています。オレンジ色が好きな人にはおすすめですね。5つ目はアーバンプランツポットのトリコロールです。これも今回ご紹介する6種類の中で、先ほどのオレンジのトワイライトと同じくらい派手な方の鉢になります。まるで31のアイスにありそうな甘そうな鉢ですよね。観葉植物以外にもお花が咲く植物を入れても良さそうですよね。内側はこんな感じです。受け皿も同じデザインですね。最後6つ目はアーバンプランツポットのオーシャンですね。アースカラーのデザインで、これもお部屋の雰囲気に合わせやすい感じですね。今回ご紹介した中でも個人的に一番好きな色柄です。内側はこんな感じです。受け皿もこんな感じですね。以上がアーバンプランツポットシリーズに追加された6種類になります。
補足ですが、ご紹介した鉢の底には切り欠き部分があるので、鉢底の通気性も確保されているのも嬉しいですね。それと側面のシールはきれいに剥がすことができます。剥がした後もベタつきもなくてサラサラしているので安心ですね。あと鉢の大きさなんですが、ご紹介した6つの色柄すべて3、4、5号のサイズがそれぞれ用意されているので、植物に合わせて大きさも選べるようになっております。お手持ちの植物の大きさに合わせて選べるのもありがたいですよね。今回僕がご紹介したのは4号鉢で、内側の直径が 12.4cm で、内側の高さは 10.9cm ありますので、ぜひご参考にしてみてください。ちなみに僕の場合なんですが、こういったおしゃれな鉢はあんまり汚したくなかったり、あとは鉢底に小さい穴しか開いていないので水はけが悪くて根腐れが心配なんですよね。なので鉢に直接土を入れずに、ダブルポットでこうやってスリット鉢に入った植物をさらに鉢の中に入れる感じで利用しております。ホームセンターに売っているような緑のスリット鉢もいいんですが、セリアに最近このグレーのスリット鉢が売られていて、かなり気に入っているので、もしよかったらこちらも参考にしてみてください。ダブルポットにすることで、まるで観葉植物の着せ替えや模様替えのように使えるので、インテリアや気分に合わせて自由に植物と鉢の組み合わせを変えられるんですよね。季節によっても変えてもいいので、衣替えのようにも使えます。最後におまけですが、ポッシュリビングさんで昨年2022年下半期に売り上げ1位で人気だったのは、こちらのアーバンプランツポットミルクレモンだったようです。僕も使っていますが、お部屋の白い壁紙にも合わせやすくって、白い鉢だとシンプルすぎるけど派手なデザインは苦手という方にはちょうどいいおすすめの鉢だと思います。はい、ということで今回はポッシュリビングさんから発売されたアーバンプランツポットの新色をご紹介いたしましたが、いかがだったでしょうか。ポッシュリビングさんは今回ご紹介した鉢以外にも、いろんな観葉植物のアイテムやインテリア雑貨を販売されているので、ぜひいろいろ探してみてください。園芸店などの店舗でも売られていたりするんですが、店舗だとやっぱり欲しかったものが売り切れで買えなかったり、あとは重たい荷物になると持ち帰るのも大変なので、ネットで購入するとそのあたりはカバーできますよね。送料無料の購入先については概要欄をぜひご覧ください。画面の QR コードからでもアクセス可能です。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今後もこのチャンネルでは観葉植物の紹介や皆さんのお役に立てる情報を配信しておりますので、もし気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンぜひお願いいたします。それとすでにポッシュリビングさんの鉢を使ってるよという方や、今回の動画を見て購入したよという方はぜひコメント欄にコメントをお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。